아라스지. 으레, 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 으레. 봄펜다, 으레. こんにちは. 石狩 あかりです. 今回は 青霧高校七不思議の一つ 放送部の幽霊について調査します。 噂によると深夜学校に忍び込みツイッターでハッシュタグ青霧ラジオをつけて質問すると放送室の幽霊が答えてくれるという。ただし絶対にしてはいけない質問が一つあるらしいんです。それは。 こんにちは。こんにちは。浮気さん。浮気は何だ。うる。なんで聞こえてんだよ。そもそも今はこんばんはじゃね。わかる。うるせえな。はい。質問は。好きな食べ物は。あ、ハッシュタグつけてツイートしてくれないと答えませんよ。本当うるせえな。好きな食べ物は。ああ、ありきたりだな。起きちゃうね。やる気出せよ。私はラーメン。私はパンケーキ。 ありきたりじゃん。うるせえ、もっと凝った質問しろよ。当たり障りない回答してやるから。使えねえ。かよ。私はほぼ毎日ハッシュタグ4時やんけをつけて深夜にツイートしてるんですが、ぶっちゃけ少し、少しだけしんどくなってきました。でも私のツイートを楽しみにしてくれている方もいて本当に嬉しいんです。どうすればいいですか。長い。3文字で頼む。ねよ。 いつからこのラジオやってるんですか。去年の4月だね。2人はどういう関係ですか。友達だったよ。ねえ。じゃあ。ねえ、さっきから私たちのこと探ろうとしてない。怪しいね。怪しいのはどっちだよ。この辺でやってしまうか。絶対にしてはいけない質問。お前は誰だ。 12の3。